はい、どうもリギアです。それでは信長の野望新生パワーアップキット雷神の娘橘緊張編の続きをやっていきます。前回友城防衛戦をやったのかな。10倍の、浮田勢、浮田が攻めてきたんですよね。おから雲撃退して、まあ、なんとかしのいだところ。当分これで浮田は動けないはずですね。それで、この木に乗じて浮田を攻めたいですが、まだ合算と太城の戦いが終わっていないので、まあ、ここは落ち着いてからにはなりますね。それで、柚木城が攻められそう。まもなく敵部隊が来るけど、これも籠城戦でしのぎたい予定ですね。一旦ツアノから一応ゴズムを出しておこう。それから出せるとこあるかな。みんな出払ってるな。この緊急修復か、水戸屋か。この回収は取り込んでもいいけど。考えがございます。取り込んでもいいけど、建築で優先すべきものがあるならそっちだか。特別ないか。取り込んでしまうか。考えがございます。それから4開発終わってるっけ。終わってない。まさかの諸作濃厚来てた。お前の喜びにござる。しますよ、しひろ。弾けない。黒だ。戦闘か。ああ、先方吸収だしいいかな。ありがたき幸せ。それと村上。先方吸収だから先頭の方にしとこうか。ありがたき幸せ。あと、こんなとこか。修正はまあ今のところ問題なしと。よし、そしたら村上隊がね、もう米がないんだけど、引くわけにはいかないんだよ。
入れとくべきだったかな。ちょっと労力がなくなってしまった。まあいいでしょう。そろそろ敵が来る。さあ、4分の2、6万7000。でかいな、おい。4部隊なら、イフ切るか。やりますか。ちょっと村上隊が、目減りし、いや、まだ大丈夫か。戦えるか。腕が鳴るわ。敵部隊は、そんなに強くない。ライレンと、なんか能力値だいぶ低いですね。豊臣にしては、バフがかかっていない。何があった？このバフがかかってないことある。まあでもこの鉄砲6はちょっと怖いけど、でなんか豊臣おかしくないか。おっと、制作がん、制作がリセットされてる。おや、財政破綻したの？豊臣さん。え、こんな、え？そんなことある？ああ、破綻。何がどうなって、制作って意図的にリセットすることができないはずで、いくら NPC というか、とはいえ、NPC 大名とはいえ、それはさすがにズルなので、プレイヤーができないことをやってはいけないはず、やれないはず。なので、制作がリセットされているとしたら、財政が破綻した時だけのはずなんですよね。財政破綻したの？こんな状況で？どうやったらそんなことになる？あ、そっか。台風来てたね、台風。台風で大打撃を受けて、そう、豊臣の領地だけがほぼ全損したみたいな感じだったかな。そのせいで政策、飛んだんだ。財政破綻して。なるほど。まあ、取り直すだけでしょうけど。まあまあまあ、いいでしょう。8000やりましょう。今なら豊臣弱い。弱いと言っても数が多いんだけど。この数をどう裁くかが問題で、混乱使える部隊、島ずたび、長崎を入れた方がいい気がする。この能力値だけじゃ、部隊能力値だけじゃなくて数がもうめちゃくちゃ重要なので、今後ある程度数を確保して、長崎、内田鍋島、
どんくらいかな。で、布陣変更。一番強いのは多分内連隊。鬼隊は鉄砲に気をつければなんとかなるかな。うん。対ライレン、この部隊をライレンがいる方面に置いて、サーターもこっちに置きますか。混乱、混乱、長崎をここに置いて、ピンチオと長崎を組み入れ、フォーカス。側対、まあ、数が数なんで正面からぶつかるのは独策とは言えないから、一旦引き寄せつつ、置き口をついて、引き、引きつけておく、向き口から動けなくさせるように仕向けたいですね。よし、回線。遠慮はいらん。さあ、かかってまいられよ。お討ちを願います。腕が鳴るわ。はい。要所を取りに行く。急ぐぞ。要所を取らねば。皆の者、進むぞ。あ、行くぞ。ライレンが突っ込んできてる。あれを一旦どういなすか。サダ隊を裏に向かわせる。我が武勇の生かしどころ、我が手に要所をつかむぞ。長崎行くぞ。足を動かせ。一家は動いてないね。お指図を頂戴したく。行くぞ。足を動かせ。動くべき時は今ぞ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。いかがしましょう。で、軒口を狙ってみせる。よし、そこで強撃入れて。我が軍略をもって安全の敵を打ち払わん。
キッカーが動いた。動いたなら、小早川はこっちに向かわせる。よし、来た来た。これで強撃。今が好機ですぞ。喜ばしいですな。よし。したらちょっとボディが数が多いんで。お指図。敵を退けます。効かないね。ライデンは引いた。ライデンが引いた。ここで待機。我が武勇の生かしどころ。気持ちを下がって。敵を叩くぞ。長崎前。よし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 、はい、動くべき時は今ぞ。キッカーも引いたからここで釘付けにする。すごいですね。我が先方にて押し通る。ここに引っ張ってこられると厄介なんだよ。おっ、OK OK OK。腕が鳴るわ。もうこのここは早くは旗がつきそうな、我が武勇の生かしどころ。行こうか。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。よし。いざ、我が武をこの戦場に示さん。なべしま一回下がろうか。よし、脇坂撃破。これ、雷霧丸。あ、前編流の方が先か。これで吹っ飛ぶかな、じゃあ。まだか。よし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 。これで、一旦ここで体力を回復してもらって、これが我が先方よ。みんなオーバーキルやね。おお、捕まえた。ここを取る。どっちからやるか。ライデン強いから相手にしたくないっすね。
ここに。エーラよ、いざ行かん。来年は定隊に牽制させておいて、人体を芝木に行きますか。ね、分散配置して。軍を動か。続け。はい。皆の者、進むぞ。ご命令を受け。村上。いざ行かん。ここに。なんか歩みを進めよ。道を願います。先方の回復を待ちますか。そろそろいいかな。では治療持ちか。まあまあまあ問題ないでしょう。まずは混乱を入れる。入れつつもう攻撃用の部隊も、出発しつつ敵を退けます。よし、混乱。お指図を頂戴したく。腕が鳴るわ。僕は全員出ておこうか。どうかご命令。兵を乱されると。長崎はもう下がるか。ああ。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。周辺流も入れて。共に勝ちを掴み取る。ほほ、2700。鍋島大変下がる。宗茂下がる。行くぞ。足を動かせ。我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。はい、切り丸。ああ、4200。で、緊張も下がる。村上をも使ったね。下がる。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。そろそろ引くか。で、次のウェーブまた攻めましょう。先方の回復を待って兵力回復したとてですよ。減る戦力の量が圧倒的に多いので、いずれはこちらが勝つ。長崎の混乱アップ待ち。よし、行くぞ。そしたらもう高速適当に行きましょう。敵地を攻める。蹴散らしてくれよ。よし、混乱。長崎交代。エーラよ、力を振るえ。共に勝ちをつかみ取らん。石で触る。足を動かせ。
我が軍略にてこの戦決してみせん。腕が鳴るわ。一応下がる。我が軍をこの戦に示さん。我が戦功の切れ味、その身で確かめよ。動くべき時は今ぞ。試される時ぞ。もう残り4800か。あ、そうそう、下がって次のウェブで。さて、我が策にて仕上げと参りましょう。そろそろ、よし、混乱もアップしたので行きましょうか。上から敵を退けるぞ。ここに攻め立てるぞ。今こそ披露してくれようぞ。長崎公開。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。銀地を触る。小早川も触る。いやー、シフトンだ。よし、あとは軒口を破壊だ。喜ばしいですな。よしよし。そうですね。観念せよ。まあ無理か。まあしょうがない。このゴンは忘れぬ。え、小規模イフかな。風に乗って我が名を叫ぶの。ありえませぬ。まだまだ高速トルトミ来てるんだけど、村上がな、もう米がない。ギリギリまで削って最後まで戦ってもらおうか。あと他の方面は一旦できることは特にないかな。神撤退。命令を。皆の者、騎乗する。この分野ができた。完成ではある。能力帰ってきたんで。友情の修復を入れておきますか。やり遂げてみせましょう。
戦となる。陣を構えよ。飛び出してきたか。で、どこまで巻き込む？我が武勇の生かしどころ。二部隊、二部隊4万8000。多いな、多い兵力が。や、腕が鳴るわ。じゃあやりますか。敵部隊は、ちょっとバフがもうかかっている。池田が勝つ。足止めちょっと気をつけた方がいいけど、豊臣もう何、制作全部取り直したの？一瞬すぎるだろう。制作の発令にさ、NPC 時間かかんないのがずるいですよね。一瞬で発令するから。普通は何ヶ月もかかるもんなんだけど。チートですね。NPC チート。もうそれは、しょうがないとして。やりますか。合戦。まあ、打ち込めてしまえばどうということはないと思うんですが。さすがに損耗の激しい部隊が多いな。長崎。チート。ところかな。安倍島隊使ってもいいとは思うんだけど、こうするか。よし、無人変更で池田の方面に肌を置いて、肌内田の長崎ピンチを。なんかこっち。こんな感じかな。で、行きましょう。おなごと侮るでな。我が部を見せてくれ。ご命令をくだされ。内田隊、こうかな。敵の退路へ向かうぞ。
我が武勇の生かしどころ。安倍氏の国士西部高校急ぐぞ、幼少取らねば。で、行きましょう。動かないか。武勇の生かしどころ。容赦は我らがものよ。動かないなら思うようではある。素晴らしい。ここに幼少を制するのだ。なるほど、こっちに来るなら当たるか。一応こっちに回ってみます。こっち一瞬すごい待機。いざ行かん。OK、じゃあここで当たる。はい。動くべき時は今ぞ。まず突き崩すぞ。敵を退けます。我が武勇の生かしどころ。どうかご命令を。動くべき時は今ぞ。敵を圧しております。強いな。段下がる段下がる。峰重後ろをつく。まさき前で今が好機ですぞ。変身土台歩みを進め。この前に立ちふさがる者らよ、砕け散れ。そうそう、同士打ち食らうと思うんだよな。はい、敵を退けます。腕が鳴るわ。強さ上がる。こんなんまだ出せないから、どうか慣れしまう前に出ようか。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。先へと向かおうぞ。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。ください。どうかご命令を。
我が武勇の生かしどころ。ん、底辺流か。あー、同士打ちも食らったな、ほぼ同時。よし、ウナが倒した。あと3滅。追加活を捕らえた。我が先方にて押し通る。攻撃。一旦こう向かうか。続け。歩みを進めよ。そして鍋島みんなあたり進める。一人くらい行ってもいいな。山、まあ、いいか。内側がむしろ結構するか。え、それ以外いかがしましょう。大丈夫かな。よし、では長崎の混乱からスタート。池田隊は足止めがあるからそこだけ注意だけど。しこなん力を震え、共に勝ちをつかみ取らん。さあ、かかれ。長崎交代。あがどこに。いざ進め。イエロー、これで終わりにしてくれようぞ。9999。すんよ。下がっちゃった。まあ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。動くべき時は今ぞ。安倍島？今更だな。下がっていいろ。ほぼ半分やったかな今の。第一波で。あとは混乱上がるのを待って第二波行きましょう。
よし、長崎隊前進。OK。 よし、援軍かかれ。長崎隊交代。まだはもういいよ。大番感は下がる。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。一撃の重みよ。吹っ飛んだ。よし、敵将取り押さえたり。俺は中世13で青なんだ。アメリカじゃキ君にはお伝えできません。感謝いたします。しょうがないな。よし、だがこれでガッサン戸田城守備兵がいなくなった。一気に攻め落とそう。この城、よーし、生け捕りとしたぞ。これより集金に励みます。前田銀はダメか。よろしいでしょうか。豊臣家の重臣、おお、くどけるかな。寺がある城の領地が欲しい。要望、寺がある城の城主。城主は城主の器ではないよ君。12歳宿老、宿老か。確かに重臣。他にさ、ないかな。寺。友城に高山伊豆家城、さ、狼山城。沿線方面ばっかりだな。九州にあればそれあげてもよかったけど、ないのか、九州には寺が。ちょっと上げられないな。城主はちょっと だいたい城主にしても50万。事業需要、あと金山町とか領主とかならだけど、20年にしても82か。むずいね、それはね。官職はないしな。金 ?12 では足りない。家宝、あ、家宝か。12歳。まあ、今回設定、長寿設定なんで、どの武将も長生きはする。この前田議員も、もし何年かはまだ大丈夫だと思う。でも90以上、引き抜きたいですね。でも高い
優秀ではある。家宝だな。家宝何かあげて、書物、こっちも変わらん。これで112、これでなんとか。10年じゃダメなんだよ。ダメなんだよね。20年一生か。自由神経ではある。テラ、テラのどこ、テラここか。ナンバラだったらどうなの。あ、はい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 。そこの領主だったら、いいんだ。寺があるところの地業なら、家宝なしでも行けると。あはん。じゃあ、それかな。とにかく寺にいたいわけね。いいでしょう。いい、いいよな。弾けない。侍大将としてか。よし、これでガッサンとラジオは制圧。ここを最前線にして。透明魔法衛かな。日野って、ガッサンとダジョウの軍ではないんだっけか。ないね。ここは、上市場の所属軍か。なんならここもかな。ガッサンとダジョウの城主を、どっから移すよくやったかな。ここ西かな。今、ヒエビ山を守っていた、ここ西を移そう。いけるはずだけど。いけるかな。長寿院はね、知略のブースターなんで必要なんですよね。できれば山田信は独立させたいけどな。片付けない。周りの武将がいれば全然。変わってもらっていいんだけど、あ、山田はどこ？代わりの武将なんてそうそういないんですけど、この能力値、周りの人材なんてね、そういないんですよね。いないか。いないよな。いたら苦労しないんですよね。だからこそ城主にしたい。
と城主にしてやりたいんだよな。シンミスってどこ？チラコーリアムか。一旦城役割、防衛拠点化はする。支援拠点に関してはどうしよう。水戸屋は支援に入れる。まあ友情支援中厚くしてたけど、山吹を選べないか。エリアは城主いなくなってる。あ、ここまでは関東区画を起こす。意外と届かないの。あの工作兵がここにあんまり被らない。工作兵陣所で守るのはあんまり適してないかな。完全に止めることができなさそう。もう微妙な感じ。これ工作精神処防衛向いてないな。意外と。だとしたら友永、考えどころですね。いい拠点にはするけど、これ全部の方向から攻められるんで、どう繋がってんの？道が見えないんだけど。見えないんだけど。こうなってんのかな。こことここ繋がってんの？わかりにく？え？え、わかりにく？聖郎と陣城で守るのは最善策か。工作兵はここの拠点ではあまり機能しなさそう。となると石じゃないな。
対矢倉でいいかもな。トトキは外だと何になるの？ヤグラか。福島でもいいし、なんなら木下が確か。ああ、今見れないな。どこに行く？だから小荷田はいまいちなんだよな。この状態向いてはいない。側近からいない？側近で、チンシロ持ちとかいないか。星ゴル大将でもいいんだぞ。あ、いるな。おお、そうそう。陣四郎、酒井。仲いい。感謝いたす。
なんか兵糧持ちが結構いるな。兵糧持ちを多く置くか。兵糧持ちを多く配置して、大村、大村か荒木、大村かな。ありがたき幸せで、矢倉持ち、友永、福島、福島、福島いいな。今吉備城だけど前線に出てきてもらおうか。マイナス特戦、はい。知略不足もブーストでなんとかなってるから、これ行きましょう。ムカッサン、戸田城、この面々で守ってもらえば、なんとか。できれば山田を外したいんだけど、代わりになる人材がいれば、いや、山田、行くまでも、いい。川上までなら許容範囲内。朝くはいない。いまいちだね。正論が足りなくなると困るけど、もしくは他の城からでも一度関東区画を印象がそうだ、一個しかないもんな。一印象区画うちにいらないんだよな。そうなのね、軍学人もいらない。なんならね、なんかいい方法を考えたいな。
山田を外す方向で考える。ここじゃない、山田どこ、これじゃないの、これだね。荒木、上順位、知略、買われる人材、特権にはいないかな。森谷とか吉田郡山、あっ、森田平は陳大子かな。福原がセールを使えるよ。山吹城から移動で、あ、いいじゃない。長山はすでにいるわけやから福原だね。福原を山吹から連れてきて、感謝いたす。いい感じになったんじゃないかな。でしょう。中世はまあ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 、福島がちょっと低いのが気にかかるけど、最悪なんかあげよう。持ってないでしょうか。ほう、これで陣四郎、あ、後ろどうしよう。陣四郎より正郎トラップルートにして、陣四郎、陣四郎、正郎かな。で、本丸も矢倉で、これで行きましょう。支援拠点は今伸ばせないね。あ、ヒエリアは、ヒエリ山の支援は、こっちにもらおうかな。そう。伊藤や比叡山、山吹、で感じかな。よし、ねえ、調査、人事、いろいろと向きになったけど、
どっかから引っ張ってきたよね。どうだっけ。あ、そうだ。キビショの上司がいなくなったので、誰か入ってもらおう。山田、ちょっとな、もったいないな、こんな方法は。それこそ、長寿院さんでもいいくらいだけど。誰か領主で。清水。視力低いけど後方なら問題ないかな。耐性高けりゃ誰でもいいまであるな。長寿院でいいか。戦闘に出ることないからね。いいでしょう。一応進軍にはしておくけど。あと、移任外れたとこない？大丈夫か？ハッサンとダチョウは、攻撃にしたかったな、ね。ウユ70ないんだ。まあ、しょうがない。防衛にしておいて、連兵かな？連兵立てたいかな？やり遂げてみせましょう。あ、修復する労力がなくなっちゃった。まあ、しょうがないか。よし、これで人事はまあ一旦いいでしょう。多分穴はないと追われる。これで、ガッサンとダジョウ防衛体制固めつつ、まだね、豊臣の増援が続々と向かってきているので、これをもう弾き返さなきゃいけないんですけど、その後ちょっとこの浮田攻めをやってみたいかな。備中高松を抜いて一気に岡山城に攻撃をかける。これでここで籠城戦に持ち込んで、その籠城戦に勝った威風で一気に全取りできないかっていうのを試したいですね。この距離感だったらいけてもいいはずなんだけど、なんせ海や山があったりで、ちょっと読めないので、絶対に成功するとは言い切れないんですが、ちょっとそれは挑戦する価値はある。いずれ、ほっといても、随所吸収、とてもにされてしまうので、早めに仕掛けたいですね。よし。というところで、今回はこの辺で終わりにしようと思います。よければチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。